あんたまだ武器で悩んでるの？私は魔法使いだから、最後はどうしても M アタックが必要。魔導士の杖よりもカラダンダの方が少しだけ強い。でも魔法杖を使うとペクトを制御できなくなるでしょう。そこだけが問題。放っておいても大丈夫なものすごく強いペットっていないかな？フィールドボスとか捕まえられたらいいけど、なんか特別なアイテムがいるんだよね。私たちの文明レベルじゃまだ手に入らない。キリンとか？どっから出てきたキリン？砂漠に行ってくる。あ、行ってらっしゃい。確かに試してびっくりってことがあるからな。キリンさん、キリンさん、痛い。邪魔。キリンさん、キリンさん、こっちのキリンさん、あれ？これトンキーじゃない。私のトンキーは？いたいた、トンキー。亀のドロップは甲羅？亀さん硬い。なかなか死んでくれない。はっ。杖を外して。撃つべし撃つべし。亀さんデッド。あんた亀なんかペットにするの？名前は天河。天河、天の川の岸辺に住む八千代の年を経た戦記みたいな。うんに頭の形から。そうじゃないかって思ってたよ。こんちくしょう。すごく硬いです。シャラック。天河ってローマ字で言ったら絶対にダメだからね。フリじゃないからね。やったらマジで許さないからね。ローマ字綴りって天。よし、この島から叩き出す。もうちかさんたら、少しは私を信用して。私は常識人。非常識な方は皆さんそうおっしゃいます。小手調べに行ってくる。あんたマジで亀を戦場に連れて行く気？ペットの弱点はすぐに死ぬことだったら、死なないペットを連れて行けばいい。亀の耐久力はおそらく動物一。ボスの影を取ってくれるなら、動けなくても攻撃しなくても構わない。ああ、そういう考えも成り立つのか。あんたってちゃんと考えてるんだね。当然、私は常識人。評価はペンディングさせてください。スプリンクラーを設置して。緑物が来ましたわ。ケンちゃんのレベリング、必殺ブルブルギリ。えいえい、ケンちゃんも頑張って。えいえい、ほら一緒に。えいえい、分かってたけど、ケンちゃん何もしない。なんだか私がぼっちではしゃいでるみたい。虚しい。ボスと戦ってみる。ケンちゃん足止めして。ひっくり返った。転がってった。バイバイ、テンちゃん。バリバリ。おー、テンちゃんカンバック。イケイケ、テンちゃん頑張れ、テンちゃん。またひっくり返った。踏む口ほどにもない。ケンちゃん何もしなかったけど、影を取ってくれたし、死ななかった。実験成功。
ペンちゃん。またひっくり返った。バリバリ。緑もの邪魔。HP 回復。ウォーホソライ回避。もう一回バリバリ。やった。私って強い。王家の糞を。しまったな、出過ぎた。バリバリ。からのフリージングレイ。やった。オーグリフォンの羽。チカさんのために周回して集めよう。